綿抜き、お酒に薬草とか入れて薄めてないでしょうね。で、何故それを陽明酒入れたの見たんですか。これだからメガネは。メガネ関係ないでしょ。同じことした苦労もメガネだったのよ。その苦労って人、どんな人なんですか。陰険メガネ。またメガネですか。メガネだけじゃなく、料理が得意なとこも一緒ね。へえ、苦労さん、料理する人なんですね。かなりの腕前よ。2月14日にフォンダンショコラを作ってもらったこともあったわね。ゆうこ、クロー、どうしたのかな、モコネたち。今日はバレンタインデーなんだよね。そうよ、よく知ってるわね。本で読んだ。でも、わからないことがあるの。あら、何かしら。こっちの本にはバレンタインデーは宗教に関する日だって書いてある。こっちの本には愛する人に贈り物をする日だって書いてある。でもこっちの本には女子が好きな人にチョコレートをあげる日だって書いてある。どっちが本当？どれも本当だけど、どれも違うわね。え？同じ2月14日でもその人によって意味が違うの。人によって？そう、2月14日だけじゃない。一年中それぞれの日がそれぞれの人にとって違う意味を持っているんだ。難しいね。そんなことないよ。今日がどんな日か自分で決めていいってことよ。世間では記念日だって言われてる日も、自分に意味がないなら気にしないでいいし、みんなにとっては何でもない日でも、自分にとって大事なら記念日だと思えばいいの。じゃあ、ゆうこにとっては2月14日のバレンタインデーはどんな日だ？おいしいチョコレートを食べる日よ。素晴らしい答えだね。このチョコレートがゆうこの記念日にふさわしい出来だといいんだけれど。お皿の上のこれ、おいしそう。なんだろう。フォンダンショコラっていうチョコレートケーキだよ。クロウのフォンダンショコラは絶品よ。楽しみだ。生クリームを添えて食べるともっと美味しくなるから、ぜひ一緒にどうぞ。うん、ありがとうクロウ。どういたしまして。今日は記念日だからね。あのな、クロウ、ユウコ。なんだい。何？ソエルとラーグも今日を記念日にする。2月14日はこれからもずっと大好きな人と一緒に美味しいチョコレートを食べる日だよ。ああ、それで前の2月14日、急にフォンダンショコラが食べたいとか言い出したんですか？そうね。でも味違ったでしょ。レシピとかあったらそれ見て作ったのに。レシピとかメモとか、そういうものは一切残さなかったわね。必要なことも言い置いていかなかったぐらいだから。行かなかったって？死んだわ。すみません、なんかいろいろ聞いちゃって。いいえ、ずいぶん前のことですもの。ゆうこさん。それに死んだ後も死ぬ前と同じように問題を山ほど残していったから。問題？うん、いろいろとね。けどモコナたちも寂しがったでしょうね。作ってくれた人が亡くなって。あの子たちはその時眠っていたから。あら、お眠かしら？うん、なんだか最近すごく眠いの。外で一緒に遊んでても、ゆうことクロウのお膝にいても、面白い本を読んでても、とってもとっても眠いの。そう。撫でられたらまた眠くなる。
この本読みたいのに目が開けてられない。クロユウコ、眠ってしまったね。ええ。いろいろ君に頼み事ばかりしてしまって申し訳ない。全く反省してない顔で言われてもね。そんなことはないんだが、顔に出ないのかな。陰険眼鏡だからじゃないの。この子たちが次に目覚めた時は私はもういないだろう。ユコ。何？ありがとう。君に会えて幸せだった。ユコさん。なに？あの、もう一本ワイン飲みますか？いつもは飲みすぎだって大騒ぎなのに、どうしたの？いや、今日はワインが飲みたい気分だって、さっき。そうね。あの、なんか俺、すみません。綿貫が謝らなきゃならないことなんて、何もないわ。でもこんな機会もう二度とないかもしれないから、ぜひお願い。はい。おいしいのよろしくね。宝物庫にあるやつですよね。そう、奥の方にあるのほどお値打ちよ。ついでにおつまみも作ってきます。わーい。察しがいいところまでそっくりね、メガネっ子は。赤ワインはあなたが好きだったお酒だけど、でも飲ませてあげない。先に行ったんだから当然よね。